和歌山市に住む黒鳥義彦さん自宅の裏には総額およそ700万円鉄筋コンクリート製の防災シェルターがありました津波が来ても大丈夫大丈夫、耐水というかあの張り巡らしてますので全部使ってもなんかは大丈夫です黒鳥さんが住む地域は木の川の河口に近く 海までおよそ1キロ。南海トラフ地震では最大8メートルの津波が想定されています。2011年に東日本大震災の被災地を訪れた黒鳥さんは、住宅が基礎だけを残して流された光景に自分の住む地域が重なり、自ら身を守ろうと2013年にシェルターを建てました。 中には飲み水や非常食、発電機などが揃っています完成して九年、このシェルターを活用したことはまあね、日頃はもうあのあまり使ってないです <laughs> それでも作って良かったと話します備えておいた方が心の安心に結びつくと思いますのでここにいる者にとってはね やっぱり安心感っていうのは大きいですから。クロトリさんのシェルターの中には万が一に備えて放射性物質や毒ガスの除去に対応した空気清浄装置もありました。このこれがスイスから来た。<laughs> これでろ過して外からもしこの核のあの。 汚染されている空気が入ってきたらここでろ過してやるという。百八十万です <laughs> 今。今複数の自治体がシェルターをふるさと納税の返礼品に採用しています。今年1月、茨城県有菊市のふるさと納税の返礼品に二千九十万円で加わったのが。 地元企業が手掛けた防災核シェルターですこちらが防災核シェルターの「クライシスゼロ版になりますガンダム」とかですね「エヴァンゲリオン」とか、えー、それに近いようなかっこいいデザインにしております鉄板とナバリ板を組み合わせ強さと精悍さを兼ね備えた外観中に入るとあこういう内装なんですね。 普通の部屋,部屋というかそうかそですね有事の際っていうのはめったにないことですから、はい、平時の際でも普段使いできるっていうのがコンセプトで作られておりますウッド調の壁面に温かみのある LED ライトエアコン完備で普段はテレワークなどの利用もおすすめだといいます広さは奥行き3メートル幅2メートルほど。この だいたいこの場所に何,何人ぐらい寝られるそうですねあの小さいお子さんとか入れて、ええ、まあ五人までですかね<の>そして核シェルターの本格的な設備も見せてもらいましたこちらはイスラエル製のお核フィルターになります蓋を開けると 中にはフィルターーとホース部屋の吸気口にフィルターを取り付けホースでつなげて電源を入れて使用します放射性物質の除去もそうなんですけども、はいえー、火山灰とか火山性ガス、はい、あとは VX ガスとか。 サリンとかですね、<ー>そういった生物化学兵器の除去にも対応しておりますもし電源を喪失した場合、空気清浄装置は手動で操作することができますさらに避難中も外の様子がわかる防犯カメラや太陽光パネルもありました もともと板金加工などが専門のこの企業はおよそ7年の試行錯誤の末に念願のシェルターを627万円で販売ただ販路が乏しく結城市に相談したところふるさと納税の返礼品に採用されました当初ほとんど問い合わせはありませんでしたがウクライナ侵攻を受け今月電話や見学希望が急増したといいます 3月ですけれどもい<っ>日30件40件に近く問い合わせがありますねホームページには販売するエリアっていうのが関東近郊っていうふうになってたと思いますけれどもちょっと問い合わせ先がかなり遠方の方が増えてきましたのでうん、うん、今は全国です、うん、ウクライナ情勢で突然注目が集まったことについて聞くと率直に言いますとかなり複雑です。 はい、えー、もちろん我が社としては戦争は反対ですので、えー、あままりいいことだとだ思ってませんやはり日本国内で危機感というものは持っていただいて個人個人が命を守るという意味では普及していただきたいなとは思っております。